会場には新登場の5店舗と実演販売の29店舗を含む42店舗が出展しました。28回目を迎える今回のテーマはおうちで旅気分です。コロナ禍の中で旅行ができない今、自宅にいながら遠出した気持ちを味わってもらおうと企画されました。飛騨牛や広島の牡蠣など全国の駅弁を出来たての状態で買うことができます。また見どころとして金をテーマにした弁当が特別販売され、金の弁当箱に入ったタコやカニの弁当が並び注目を集めていました。会場にはこのほか上市町出身の店主が作るリンゴ飴専門の店も登場し人気を集めていました。この催しは今月28日まで富山台湾で開かれています。